ビバリー・ヒルズ・コップ3は1994年のアメリカ映画、アクション映画ビバリー・ヒルズ・コップシリーズの3作目。この映画では映画監督のジョージ・ルーカス、ジョー・ダンテ、ピーター・メダック、アーサー・ヒラー、バーベット・シュローダー、ジョン・シングルトンや音楽関係者のアル・グリーン、ロバート・シャーマン、ストップモーションアニメーターのレイ・ハリー・ハウゼンなどの各界の著名な人物が カメを出演している。評価が高くヒットした全2作とは、対照的に北米での工業成績は制作費を下回り、作品及び監督はゴールデンラズベリー賞にノミネートされた。デトロイト市警察の刑事アクセル・ホーリーと上司のトット警部は自動車盗難、部品小売事件を追っていたが、犯人のアジトには別の犯罪グループがおり、 トットはそのグループの主犯に撃たれて殉職する。アクセルは犯人を追跡するが、シークレットサービスの特別捜査官フルブライトに追跡を妨害された挙句、シークレットサービスが追っている犯人だからとして、捜査を止めるように命令される。トットの葬儀が終わった後、アクセルはビバリーヒルズにあるテーマパークワンダーワールドのタオルが落ちていたことを突き止め、 トットのあだを打つためビバリーヒルズに向かい、連合特捜部隊の作戦本部副本部長に出世したビリーと引退したタガーとの公認フリントに協力を求める。アクセルはフリントの紹介でワンダーワールドの警備責任者でワルドと会う予定だったが、面会者リストにないと門前払いを受ける。仕方なく入場料を支払って入園したアクセルは、場内にある関係者入り口から、 セキュリティエリアに潜入するが監視カメラから気づいたデワルドに指示された警備員に銃撃されアトラクションに逃げ込みそこで発生したトラブルから子供たちを救い喝采を浴びるものの直後に警備員に捕まるアクセルは警備部長のサンダーソンに警備員に撃たれたことを伝えるが防犯カメラには警備員が発砲した場面が映っていなかったそこにデワルドが現れ アクセルはトットを射殺した際に見た犯人と同一人物だと知り殴りかかろうとするが制止されビリーとフリントに連れ出される。アクセルはビリーと共にデワールドが出席する全米警備会社主催の表彰式に潜入することに決め宿泊先に戻るとそこにはワンダーワールドの警備員ジャニスと経営者のデーブがいた。デーブはワンダーワールドで悪事が行われていることを伝え 行方不明になった親友が残した髪をアクセルに見せる。表彰式に潜入したアクセルは、デワルドを挑発するが、トット殺害をほのめかしたため再び殴りかかり、ビリーともども逮捕される。逮捕されたアクセルはフルブライトに呼び出され、デワルドの一件に関わるのをやめて、デトロイトに帰るように命令される。アクセルは、ビリー、フリントと共に、b チに、 放棄されていたデワルドの逃走者を見つけ出し、遺留物から紙幣用紙の切れ端を発見する。デワルドが偽造紙幣を発行していることを知ったアクセルは、ジャニスの協力を得て、ワンダーワールドの閉鎖区画に潜入し、紙幣の発行現場を目撃するが、デワルドに見つかり、園内を逃走した挙句、客を巻き込むのを防ぐため逮捕される。現場に駆けつけたフルブライトに事実を伝えるが、 偽造紙幣と印刷現場を隠蔽される。アクセルはデイブと接触して、親友が残した紙が紙幣用紙だと気づく。しかし、デイブを尾行していたデワルドによってデイブが撃たれ、アクセルが犯人にされる。アクセルはデイブを病院に搬送した後に、ジャニスに連絡を取るが、彼女はデワルドに捕まり、紙幣用紙を持ってワンダーワールドに来るように命令される。 アクセルはビリーに連絡を取り、一人でワンダーワールドに向かう。ワンダーワールドに到着したアクセルはデワルドに殺されそうになる。そこにビリーが到着し、デワルドたちと銃撃戦になる。アクセル、ビリー、そしてビリーから呼び出されたフリントの3人は園内でデワルドの部下たちと銃撃戦を繰り広げ、アクセルは負傷しながらもデワルドを射殺する。そこに フルブライトが現れ、サンダーソンを逮捕したと伝える。しかし、サンダーソンはフルブライトに射殺されており、すでにフルブライトが、デワルドの仲間だと察知していたアクセルはこれを射殺する。事件の解決後、3人は回復したデーブに招かれ、ワンダーワールドの式典に参加し、アクセルをイメージした新しいキャラクター、アクセル、フォックスの誕生を祝う。 テレビ朝日版は2017年12月7日にワウワウで放送される際、地上波放送時にカットされた部分を追加録音した吹き替え保管版が放送された。その際、個人の声優が担当していた箇所は別の声優が代役を務めている。ありがとうございます。